戦勝の後、アッシュル・ナチルパル2世が交換と面会している様子を描いたレリーフはアッシュル・ナチルパル2世は古代、メソポタミア地方の新アッシリア帝国の王。大規模な遠征を行い、新アッシリア帝国軍としては初めて地中海に到達。さらに小アジア地方を攻めて半島を広げた。征服した地域の反乱には残酷に対処したことが記録されている。首都、 アッシュルからカルフに移した。本来の名前はアッシュル・ナチルアプリであり、アッシュル神は後継者の守護者を意味する。アッシュル・ナチルパル2世は前8 8 3年に父トゥクルティ・ニヌルタ2世の後を継いで王となった。アッシュル・ナチルパル2世の父はトゥクルティ・ニヌルタ2世、王妃は無理進む管理者とヌは後継者は彼の息子シャルマネセル3世である。 地勢中に彼は大規模な遠征に乗り出した。最初の遠征は小アジアで、ウラルトに至るまでの北方の人々を征服し、フリギアから効能を取り立て、その後、アラム地方に侵攻して、アラム人とハブール川とユーフラテス川の間の新秘体との人々を征服した。彼は、その残酷さで有名であり、反乱の呼び水にもなったが、二日間の戦いのこの反乱は、 決定的に撃破された。彼の記念碑文では、この虐殺を思い返して、次のように語っている。この勝利の後、彼は抵抗を受けることなく地中海まで進み、フェニキアから功能を取り立てた。本国に戻ると、彼は首都をカルフに移した。ホヨドレイをメソポタミアに建設された、アッシリアの新首都カルフの建設に用い、ここに多くの印象的なモニュメントを建設した。 彼によって建設された宮殿、神殿、その他の建造物により相当な富の拡大と芸術的な発展があったことが示唆されている。彼はまた鋭敏な管理者でもあり、現地支配者の功能に頼るのではなく、アッシリア人の総督を任命することで帝国内に大きな支配を確立したアッシュル・ナチル・パル二世の遠征とその時代。それまでのアッシリアの君主たちのように、 アッシュル・ナチル・パル2世は、ユーフラテス川沿いで、アラム人に、ディアラ川沿いで、バビロンに遠征を行った。反逆者に対する、アッシュル・ナチル・パル2世の残酷な取り扱いによって、アッシリア軍が不在でも彼らは再び反乱を起こす、ことはなくなった。さらなる反乱を起こせば、現地の支配者がアッシリア王に忠実な総督へとすげ替えられるだけであった。基本的には、 不評、重機兵及び、軽機兵、そして戦車で構成される軍を率い、アッシュル・ナチルパル2世は、北部シリアのヒッタイト人とアラム人の国々を、征服した。アッシュル・ナチルパル2世は、征服した、フェニキア人やカナン人の都市を破壊することはなかった。彼は、テュロスに対する包囲に失敗した。この都市は、イトバール1世の支配下で、キュプロス島のキテオンに植民し、 英華海を通じて、ロドスとミレトスとの間に交易路を開いた。フェニキアからの功能は、アッシュルナチルパル2世の軍事費と建築費の原資源となった。武器を作るために鉄が、建築には、レワノンすぎが、軍隊への支払いには、金と銀が必要であった。征服した人々について彼は次のように書いている。要は彼らが放棄した町々と家々に、彼らを再び住まわせた。 世はそれまで以上に、彼らに対して、馬、ラバ、牛、羊、どう酒、老液のような効能と税を課した。ニムルドンで発見された一体のラマス。メトロポリタン美術館修造。アッシュル・ナチルパル2世の宮殿は、カルフに建設され、1879年に完成した。この都市は、現在のイラク、バグダードのやや北方にある。宮殿の壁面には、 アラバスター製のレリーフが並べられていた。これらのレリーフには、精緻な彫刻が施されており、多くは有欲の守護霊に囲まれたり、狩猟を行ったりしている、アッシュル・ナッツルパル2世を描いている。それぞれには文書が刻まれていた。この碑文は各レリーフでほとんど同じであったため、基本の碑文と呼ばれている。これは、アッシュル・ナッツルパル二世の系譜を三世代遡る。 ところから始まり、彼の軍事的勝利と帝国の国境を確定したことを語り、彼がカルフを創建し、この宮殿を建設したことを伝えている。また、彼はニムルドに巨大な門を建設した。イギリスの考古学者、オースティン・ヘンリー・レアードは前840年代にカルフを発掘し、アッシュル・ナッツィルパル2世の北西宮殿を掘り出した。 この発掘でニムルドから発見された多くのレリーフと彫刻は今日、ロンドンの大英博物館のギャラリーで展示されており、この中にはアッシュルナチルパルニセイ像と黒色オベリスクが含まれている。別のレリーフはヨーロッパ、日本及びアメリカ合衆国の博物館でも展示されている。ニムルドから発見されたこのレリーフでは有欲の前例が松笠を持ちようを祝福している。 バルチモア、ウォルターズ美術館修造。即位した、アッシュル・ナッルパル2世。全612年に、アッシュリアが滅亡した後、アッシュル・ナッルパル2世の宮殿は草木に埋もれ、最終的には、完全に土に埋もれた。2500年、近い時を経て、1845年に、イギリス出身のオースティン・ヘンリー・レアードが埋没した、ままのこの都市を発見した。レアードは、 宮殿の発掘を監督した。発掘の間に壁面を覆っていたレリーフは遺跡から剥がされ、コレクションとしてヨーロッパと北、アメリカに送られ、特に大英博物館がその大部分を受け取った。この発掘で多くのレリーフが剥がされたが、それでも相当数は宮殿に残され、最終的には時と共に再埋能された。 マックス・マロー・アンが1947年から1957年にかけてこの遺跡を再発掘した。この発掘プロジェクトは、この遺跡に対する法的な権利を有していたイラク、高古省へと引き継がれた。判明している限りでは、宮殿の面積は南北200メートル、東西120メートルである。おそらくこれは、元々の設計の一部分に過ぎず、 上層階があった可能性もあるが、以降に、格好たる証拠は残されていない。宮殿のすべての壁には、石の板が並び、大部分は浮き彫りで装飾されていた。アッシュル・ナチル・パル2世の獅子狩り、ベルリン、ペルガモン美術館修造。象徴化と目的これらのレリーフの図像は、1870年代に一定程度、標準化された。レリーフが欠けたものも含めて、 これらの石板には、基本の碑文と呼ばれる文書が刻まれた。この文書においては、アッシュル・ナチルパル2世の様々な名前と称号、彼と神々の関係が書かれているほか、彼の軍事的征服を要約して記してある。また、この文書では、カルフと宮殿そのものの創建についても説明している。レリーフが施された石板の内容は、 アッシュル・ナチルパル2世の王権イデオロギーの描写で構成されている。このイデオロギーは、アッシュル・ナチルパル2世の軍事的成功、彼の神々への奉仕、この神々が与える日後アッシュリアの繁栄という、主に4つのテーマに分類できる。人間たちと動物たちは共に、とりわけ解剖学的に深い関心を持って描かれている。王による、狩猟のシーンは、 ニムルドのレリーフの中でも最もよく知られているジャンルの一つであり、特にアッシュル・ナッチル・パル・ニセイの獅子狩りが頻繁に描かれている。これらはまた多くの場面において人間と動物の関係について関心を持って作られている。いくつかの王の絵は動物と人間を組み合わせた超自然的な生物と共に描かれている。これらすべての魔を払う図像は、 宮殿の出入り口の両脇を飾ってもおり、人間と動物の合成獣であった。これら魔除けの人物描写の仕方には申請を示す。各観を身につけた有欲の人物、ロジェッタモーニ用のある、ヘッドバンドを身につけた有欲の人物、鳥の頭を持つ有欲の人物という、主に3種類のものがあった。繰り返される題材ニムルドのレリーフ。ニムルドのレリーフで品質する、その他のテーマには、 軍事的遠征とアッシリア人が獲得してきた勝利がある。これらはより具体的にはアッシリア人とヒアッシリア人の関係性を描いたものであった。アッシリア人は常に栄光の瞬間が描かれ、ヒアッシリア人は這いつくばっているか身をよじっており、しばしば裸である。これらの図像はアッシリアの価値判断に反したことに対する罰としての 暴力的な嫉妬罪に対する無慈悲な懲罰を表現している。これは他の地からやってきた妖人に対する明確なメッセージであるだけでなくアッシリアのエリートたちに対しても同様のメッセージをすなわち王に歯向かうことを決心した時に何が起きるかということを警告するものであったことは明白である。ヒエリートは仮に宮殿への入場を許可されたとしてもこれらのレリーフを 見ることはほとんどなかったかもしれない。通常、エリートたちは王と共に行う意識や小取引のためだけにこの宮殿に入った。これらのレリーフ彫刻にはアッシリアの女性たちは描写されない傾向にある。これはおそらくこのレリーフの主題が男性の支配する活動であったことによる。例外は戦争中に奴隷として囚われた非アッシリア人の女性である。通常、 彼女たちは仮想階級ではなく、征服された土地の支配者階級の女性たちであった。男性捕虜とは、対照的に女性たちは拘束されておらず、裸ではない。多くの場合、女性捕虜は床まで届く衣服を着ており、細部では体の一部が露出しているものもある。遺跡の発掘後はプックのアッシュル・ナチルパル2世の宮殿で発見された金の低素被分。 すべてのレリーフがニムルドの宮殿から運ばれたわけではなく数は非常に限られているもののそれらの多くは元の文脈で見ることができる。ニムルドのレリーフを展示する博物館では大抵これらを元の場所と同じ形式で展示することで宮殿の雰囲気の再現を試みている。2014年10月アイソル過激派はニムルドの アッシュル・ナチルパル2世の宮殿を含むイラクの高校遺跡の多くを略奪し、遺品を闇市場に売却した。ロンドンに拠点を置く、イラクヘリテッジのリジア・イメンジャワハドによれば、残念ながら、ヨーロッパとアメリカにおいて、年度版文書、写本、設計文字文書は最も一般的に取引される遺物である。彼は、数億ドルの価値があるかけがえのない作品が売却され、 テロリストの資金源となっているという、大英博物館で展示されている、北西宮殿のレリーフ、ブルックリン美術館修造のニムルドのレリーフ、王の従者の頭部、イラク、ニムルドの北西宮殿で発見、アッシュル・ナチルパルに世一聖中、イギリス、グラスゴー、バレルコレクション、アメリカ合衆国イギリス、ヨーロッパ、中東、ありがとうございます。